はい、毎度ダンマスのゆうきです。今日は上野のスタジオソウルに来てます。今日の動画はなんと発表会に向けての動画になります。どこの発表会かというと、成田のアリーズダンスカンパニーの5周年アニバーサリーイベントということで、毎年1年に1回やっている発表会なんですけど、5回目の発表会ということで、その曲選びをしようかなということで、ポップナンバーの方でね、そんな曲選ぼうかなと。あと普通常のヒップホップ系のダンスも含めて、まあ、ストリートダンス系も含めて、ね、曲をね選んでみたいと思います。まずこれですね。この前ね、ダンサーズコレクションさんの方でチェリーさんのメモリアルということで、この CD ね限定で、買い物してらしたんで配ってたりするんですけど、この中に一定半分の、トラックがね、あるってことで、そこあたりをちょっと目がけて選曲できたらなと思ってるんですけど、そしてついに出ましたウッディファンクベスト版。これはウッディファンクの10周年をね、記念して作られたものなんですね。ベスト版ってことで、あのウッディファンクの集大成がここに詰まってます。この中のね、どれかからちょっと選んで発表会の曲をちょっと選んでみたいと思います。またこれ封ついたまま今から開けて、選んでみたいと思います。じゃあ早速いってみましょう。はい、今ちょっとこれ封開けて、中こんな感じです。これが外についてたやつで、ね、裏はこんな感じです、ね、で、おお、これ何曲入ってるのかな。全部でね、これ4曲かな。ね、チェリーさんのメモリアル。こっちはウッディファンクのね、あのトラックが2曲入ってます。選曲したんですけど、このブラウンアイドファンク。ブラウンアイドファンクからは13曲目のウッディファンクの曲をちょっと使おうかなと。で、ベスト版ウッディからは、もうやっぱその鉄板のね、1曲目。ちょっと僕が今、生徒さんに教えてる、動きが一番ちょっと1曲目が合うなっていう感じだったんで、1曲目にしました。これの13曲目と、ベスト版の1曲目を、使って発表会の振り付けやってみようかなと思いました。でこれ余談なんですけど、チェリーさんのメモリアルやった時にこれね、ダンサーズコレクションで出してた CD なんですけど、この写真は僕がチェリーさんと一緒に DVD を作った時に、J ポッピンストーリーっていうね、まあ、日本のポップシーンの歴史を作った DVD を僕チェリーさんと一緒に作らせてもらった時代があって、その時に大阪のソウルファクトリーっていうね、聖地みたいなちょっとクラブがあって、そこで撮った写真がこれです。はい、これ僕は持ってたんですけど、僕が提供したんですけど、でここにいるこのキャラクターはマスターポップって言います。これは陽房のシンさんが描いたキャラクターです。この真ん中の赤いのがシンさんが描いたやつで、ここの色を変えたりとかしたのはチェリーさんがあの変えてフライヤーに作ったやつなんですけど、なんとそのフライヤーが僕がやってるイベントですよね、 P1 の大阪大会をチェリーさんがやってくれた時に、自分でシンさんが描いてくれた、もともと P1 大阪っていうのはシンさんが描いたこのキャラクターが最初の一番最初の絵だったんで、それをそのデータをもとにチェリーさんがこうやって色を変えて、ブラウンアイドファンクっていうねネーミングで、京橋のねクラブでやった時に、この本当はこれの元のちょっとデータがあるんで写しますけど、あとそれをチェリーさんが作って僕の誕生日の時にやってくれたんですよ、このイベントを、大阪大会を。すんごい思い出のある、
ね、このキャラクターといい、チェリーさんの写真といい、この素材を、素材どころかこれネーミングもそうですよね、これを使って DJ マーがやってくれたっていう、まあ、選曲の方はね、ダンさんとかが監修したりとか、バッツさんが監修したりとかいろいろしてると思うんですけど、すごい嬉しかったんでね、ここからなんか自分もちょっと発表会の曲選びたいなと思って、 ウッディファンクの曲すごい良かったんで、それを使わせたの。ウッディファンクの曲はもうどれもとにかく良かったね。本当トークボックスウッディファンクもうまいし、ファンクチョイスはもう武藤さんのね、もうミックスがすごくて、全部を聴いていいなってすごく思えるアルバムの内容でした。これが家に届くのをずっと実は待ってたんです。それまでは振り付けっていう、練習図って言ってましたけど、本当はもう他のクラスの、ね、先生たちは始めてるんですけど、僕だけ始めてなかったんで、これからね、もう曲も決まったんでがっつりやろうかなと思って、これは、この曲を使ってはちょっと著作権かかるから無理なんですけど、またウッディファンクと武藤さんには見せたいなと思ってます。また次回の動画でお会いしましょう。ほなー。最後までご視聴いただきありがとうございます。動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、今後の励みになります。ぜひともよろしくお願いします。